みなさんどうもピーマンです。今回ドラゴンクエストビルダーズ実況7回目なりますぞい。は夜になった最悪このタイミングで What?ちょっと待って What? 何こいつ急に入ってきてんだけど、何この初めてのパターン、何そもそもこいつ何、お化けじゃん、お化けじゃん、わあ、いきなりごめん、いきなりごめん、焦っちゃった。このパターンは初めてだね。わあ、今回実況7回目になります。前回の実況でね、ようやくチュートリアル的なものが終わったのかな。精霊、何でしたっけ名前、ルビスですか。あいつはもういなくなったんだよ。今いる住人と力を合わせてこの街を発展させていかないとダメなんだけど、いきなり来てない。この手のパターンは初めてだよ。あ、こうやって街に攻めてくるんだね。わー、恐ろしいな。いきなりお化けだぜ。誰のお化けだよ。とりあえず寝ましょう。今夜なんでね。寝まーす。オッケー。何人のベッド使ってんの？誰だっけ君？名前忘れだけどさ、おい、俺寝るとこねえじゃねえか、お前。何で人のベッド占領する奴らばっかの集まりだとこで。ふざけんじゃねえよ。作りに行かないとお化け来るよ、これ。やめてよ、ひどいね。許可取れよ、寝るときは。はい、藁のベッド作ろう。あそこで寝すぎだろ、みんな。なんなん、この常識っていうのがないのかな？ものづくりの才能はなくなったの、それはわかるけどさ、あんた常識とか全部なくしてるよね。なんで人が敷いたベッドで寝てんの、バカじゃねえのと思うけどね。うわ、これもう置くとこねえじゃねえか。おっさんの隣で寝るのやだしな。まあ、一人で寝るのはちょっと寂しいんで、ここに置こうかな。お、置いて。早く置いて。いや、寝たいのよ。早く寝たいのよ。置いて。なんで置けないの ?What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 ? 置いて。はい、もう寝よう。もうやだ。ふざけんじゃねえ。人のベッド使いやがって、ブチ切れる、暴れるぞ、お前。何？暗い闇の中に光が見える。急な、なんか来たよ。どうやら夢を見ているらしい。おう。いや、一言もそんなこと言ってないけどね。おう、これが俺の使命。いや、俺なのかどうかわかんないけどね。無茶ぶりだろ、一人で全部やれってか。援護しろや、お前らも。断片のようだ。ってことは、やっぱこれが使命なんだ。竜王を倒して光の玉を戻す。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのかよくわからない。他の誰かの記憶をどうやって覗くんだよ。何言ってんのこいつは。自分の記憶だろう。まあ、わからないね。まだ使命はわからない。ぼんやりとしてるね。よっしゃ。朝ですよ、朝。起きろ、てめえら。ああ、はい、はい、大きいの、はみんな早いな。一瞬で起きたな。よっしゃ、じゃあ今回の実況はこちら。ロロンドのクエストをやっていこうかな。ロロンド、ストップ。うん。めっちゃ褒めてくれる。ありがとう。ロロンドも前回頑張ってくれたからね。あ、知られて。だからさっき来たんだよね。お化けが来たんだよ。ゴーストが来たんだよ。ほう、町を守る方法か。なんか外壁とか作るのか。石板、あー、なんか青の石板みたいな手に入れたね。倒したら、お、旅の扉なるものが作れるようになった。旅の扉、なんでも旅の扉を地面に置けば自分が必要とするものがある場所に光の扉が開くそうだ。いやいや、無茶ぶりだって。そんな作れねえよ。どうやって作るんだよ。ピーマン思いつくんだ。何か思いつくんだ。思いついた。天才だね。オーマイガー。旅の扉、青をひらめいた。未知の世界への入り口となる旅の扉。オッケーオッケー。これ、じゃあ、アイテム何必要なの？どけ。何もしない人たちどけ。全部俺がやるからな。どうやって作るんだ？あった、これだ。ああ、いきなり作れるね。青の石板、土と青い油。あ、めっちゃ簡単作れるじゃないですか。じゃあ作りましょうよ。旅の扉、青を作りましたよ。おい、ロロンド作ったよ。ジジ、こっち来い。すごい勢いでこっち来んな。追いかけてくんじゃねえ。でかしたぞ。めっちゃ拍手してくれるね。ありがとう。うん。できましたよ。めっちゃ簡単作れたけどね。新たな土地とこの拠点を行き来することはできるようになるんだって。えいえい。新
新しい地には新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、民の扉を地面に置き新しい地へと旅立つのだ。何？またかい。ずっと頼んでるよね。わかったよ。はい、クエストコンプリート。旅の扉を作るクエストでございましたね。引き続きやっていこうよ。とりあえずまずこれを置く。この辺に置いていいの？間違って誰か入りそうだけどね。まあいいや、ここに置きましょう。えいゆー！おー！新たな場所への扉がひらめいた。あららららららら。ロロンド？おお、みんな来た、みんな来た。ほんで、ロロンドに話しかければいいんだよな。あ、どうした？そんな輝いてないけど。おう。大木槌の作り方。はあ、はあはあははあ、あのハンマーでしょ。ああ、大木槌なら今まで破壊できなかった木や岩をもう砕けるんだ。素材にできるんだね。うん。さっき言ったね、それ2回言ったね、あんた。それしつこく言わなくていいよ。別に名言でも何でもねえし。魔物の大木槌なら知ってる。ってことは倒さないとダメってことか。わかったよ。無茶ぶりではあるが、じゃあ行ってくるよ、みんな。旅立つわ。なんで、おい、待て待て待て。お、旅立つ言うとんだろ、お前。おい。おい。誰か見送れや。なんでみんなバラバラになってんの。ひでえ奴らだな。二度とこの街に戻ってくるか。愛なさすぎるだろ、ほんと。冷たいわ、ここの住人。ざけんじゃねえ。さて、新たな場所やってきたよ。うわー、なんだこの世界、恐ろしいね。スライムベスがいるよ。いや、これはかなり強いだろうね。油断してたらやられる。宝箱がありますよ。大きずちもめちゃくちゃおるよ。オーマイガー。オーマイガー、出たくないんですけど、めっちゃ強そうなんですけどね。とりあえず宝箱を取りましょう。何入ってんの？古い紙。はあ。そこに文字が綴られている。メルキドの荒野を旅する者よ。この宝箱に入っていた導きの玉、青は地面に置くとコンパスにその位置が示される不思議なたまたまだ。道を失いかけた時やもう一度訪れたい場所がある時、このたまたまをその地に置けば目印となるだろう。うん。ありがとう。冒険家。メルキドの冒険家ガンダル。これたまこれね。あ、取った。初めて導きの玉青だよ。じゃあ赤もあるってことか。黄色もあるってこと。緑もあるよね。わあ、いろいろとありますな。怖いね。OK。で、たくさんいますが、とりあえずね、いきなり大きい土に戦いを挑むのはバカかと思うんで、スライムベスで、まあ、どれくらい食らうのか、うん、実力を確かめに行こうかなと。コンボで行ってやるわ。おら、待て、2対1あかん。1対1になる環境を作れ。よし、今だ。ゴー。スライムベス、後ろから行こう。あ、弱い、そこまで強くないね。おい、振ります。レッツゴー。初めて赤い油を手に入れた。何？旅人の奥、レッツゴー。赤い油を取ると、旅人の服のあの作り方がひらめくんだ。あ、これいいぞ。防具でしょ？飲料をひらめいた。いいね。色のある油や、炭を混ぜて作った、液体でございますね。英雄。よし。倒せないこともないね。倒せる。大きい土に挑んでみようか。回復薬もそれなりにあるしね。12個あれは十分でしょ。いた。あいつだ。これね、正面から行くとちょっとダメージ受けちゃう可能性もあるんで、裏を取ってですね。で、1対1の環境を作る。今だ！はっ落ちていった。何してんのこいつ。このエリアの端で何してんの。落としたろかお前。あ、危ない。もうあいつ上がってこれねえんじゃねえか。あ、バカだ。あいつバカだ。これ上がってこれないパターンだよ。落としたいね。非常に落としたいね。これどうやって落とすんだろう。落としてみようか。いや、待って、俺が落ちる可能性もあるんで、こいつはガムチでいい。ほっときゃ死ぬ。ほっときゃ死ぬやつを倒さんよ、俺は。そんな鬼畜でもないんでね。よっしゃ、こっちにいる。そこいるね。でもスライムベースもいるからな。よし、ゴー、裏取れ。ゴー、正面から行く。はい、オッケー、ナイス。あ、めっちゃ強い。7。よっしゃ、倒したよ。初めての毛皮を手に入れた。イエス、革の鎧を作れるようになった。いっぱいひらめくね。で、革の盾。おお、革の盾も作れるのか。革シリーズ全部作れるんじゃないの、これ。え、でも、あれ大木槌倒したけど、大木槌。あれ倒すだけじゃダメなのかな。何体か倒したら、作り方教えてくれるってことかな。どういうことなんだろう。とりあえずもう一匹倒してみようかな。ここいたやつね。
え、いなくなってるんですけど。代わりにスライムベスがいるよ。あれ、あいつどこ行った？あ、ここにいる。え、めっちゃ下に落ちてるじゃないですか。もう完全上に上がれないよね。どんまい。しゃ、あそこにいるね。ゴー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 、教えろ。あ、なんだ、下なんかいる。登りたい、登りたい。登りたい、登りたいってなんかいるよ。誰が言ってんだ。あ、大木槌が言ってんのか。登りたい、登りたいって。ちょっと下降りてみよう。あ、もしかしてこいつを助けたら、作り方教えてくれるんじゃないの？ちょっと話しかけに行こう。え？え？ちょっと待って、これ対決になるよね。近づいて大丈夫？攻撃してくんの？そこまで攻撃的じゃないよね。こっちが攻撃してこなければ攻撃してこないよね。あ、してくるんだ、あ、してくるんだ、あ、平気でしてくるね。なんじゃこいつ、なんじゃこいつ、なんじゃこいつ。お前なんじゃこいつ。倒してやった、バカ野郎。そこに宝箱がありますよ。レッツゴー。とりあえず。あ、これは話せるパターンのやつだね。よっしゃ、話し通じるやつはいいよ。君は人間。人間人間。珍しいんだね。そんな連呼しなくてもいいでしょう。うん。長老と同じ。は？何の話？長老なんて一回も出てきてないよね。うん。崖の登り方を教えてやる。うん。おう。おう。置いたね。うん、知ってるわ。余裕で知ってるわ。え、何？大木槌の作り方教えてくれないの？うん。僕のクライミングの友達にしてあげる。上から目線だな。それ友達じゃねえだろ、お前。完全に上下関係だよね。やめて。それ友達って言わない。とりあえず土のブロック取りたいんだけど。あー、これ食っとくか。桃柿の実食って、はい。ピリンがくれた桃柿の実をね。私料理するわ。ピーマン、料理できたら、箱の中入れておくか。見ておいてって言われて見たら桃柿の実が入ってたんで、料理じゃないよね。料理って言っていいのかなと思うんだけど。え、でこれで置く。はい、こういうことだよね。はい、オッケー。はい、オッケー。簡単に取れたわ。で、何が入ってんの？でるるるー、命の木の実か。あー、取れない。あ、取れた取れた、よかったよかった。取れたぞ、友達にしてくれ。うん。仲間じゃないけどね。オッケー、落ちたらすごいことになるからね。あ、なんだ、大木槌の作り方教えてくれないんだ。俺てっきりこいつを、なんか助けたらいいのかなと思ったらね。助けてくれ、的なもの言ってたんだけど。登りたい、登りたい。そんな登りたくないでしょ。なんかビーズみたいになってるね。今会いたい、すぐ会いたいみたいな感じになってる。ゼロじゃねえか、お前。よし、とりあえず上に来たが、これどうするんだ？どっかなんか村的なものがあるのかな？長老って言ってたからさ。長老？長老的なものに会いに行けばいいのかな？どうなんだろう。どいて？どいて？これなんだ？ん？退屈だぜ。中に誰かいる？なんかあるよ、これ。大木槌の里案内所。なんかいるね。大木槌いるよ。話してみよう。うん。人間だよ。そんな珍しいのか。ごめんね、でも入ってきちゃうよ。うん。嫌いじゃない。そうだよ、そうだよ。教えてくれ。そんな質問した？大木槌の作り方って言ったよね。どういうこと？もう、なんなの？何と勘違いしたの？長老なら知ってるはず。やっぱ長老に会いに行かないとダメなんだね。屋根の炎を目印に探してみるよな。いや、お前は何と勘違いしたんだよ。え、お近づきの印。カタカナで書くんじゃねえ。読みにくいわ。看板を手に入れた。です。この看板何なの？この看板意味あんの？すごい勢いで来てんだけど。何こいつ。いや、痛い。何来てんの？何来ちゃってんの？ごめんね。大木槌、ごめんね。家破壊しちゃった。ごめんね。悪く思わないで。でもなんか来ちゃってんだもん。炎の、あれか、これか。これだ。長老この先にいるわ。炎を目印に行けって言ってたもんね。長老なら大木槌のあれを知ってるとのことなんで。こう、中いるね。たくさんいるね。思った以上にいるね。3体もいるのか。気持ち悪いな。リンチされないよね。うわ、でかっ！ははは！でけえ！さすが長老だね。じゃあ来たよ。長老話しかけよう。うん。なんでさっきはテンション高いの？どいつもこいつも。
え？何と勘違いしてんのよ。いや、何？道具じゃない方の大きい槌の方教えて、何なの？さっきから。うん。あー、もうダメ。我らが秘宝作り方はそう簡単には教えられるな。とのことだね。何？穴が3つほど開いてしまってな。ほうほうほう。いや、直しますよ。じゃないと教えてくれないんでしょ。この辺りのツタで、紐が作れる。あ、そうなんだ。うーん、わかりました。まだ一度も作ったことないアイテムだからね。わかったよ。ただこれ作業台的なものはどこあるんだ。切り株はね、あ、上にあんのか。よし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 。まずいよ、完全夜になっていってるけどね。は、なになになに、すごい勢いで骸骨登ってきてんだけど。嘘だろ嘘だろ嘘だ。わーわーわー、落とすぜ落とすぜ、あんちゃんあんちゃん落とすぜ。おら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 、ナイスナイスナイス。骸骨すごい勢いで来るね。めっちゃ元気じゃないですか。なんでお前みたいなやつが骸骨になったんだろうね。間違ってるよ、あんた絶対間違ってる。まずはツタをゲットしないとダメなんだよな。ツタツタツタ、この辺に生えてるって言ってたよね。よし、これか。あー、道具いっぱいで取れない。腹立つな。もう道具いっぱいとかどうでもいいわ。もう完全夜になったし。あかん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 。ちょっと待ってよ、いらないものを捨てよう。白いつぼみ、うーん、今いらないかな。植えとけ。あー、まずいまずいまずい。お化け来たお化け来た、ゴースト来た。オーマイガーオーマイガー。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。すごい勢いで来る。夜になった、危険だ。うーん、家に帰りたいな。オッケー、とりあえず倒しちゃったわ。でもモンスター倒して経験値入るゲームじゃないからね、これ。とりあえず、キノコいらねえ。キノコ置いとけ。オッケー。キノコ置いて。はい、ツタゲッチュ。イエース、入手したよ。これまずいな。紐を作れるようになりましたね。完全に夜になってると、これあかんか。早く作らないとね。はい、ツタ入手して。よこせ。よこせ。ツタをよこせ。ツタ干したに、ちょっと家破壊してるけど、これ大丈夫なのかな。それも修復しろ、この野郎って言われたらどうしよう。まあ、俺には関係ない。ツタが欲しいんだ、今、どうしても。よし、ツタを置くと登れるんだね。これ見てて、ほら登れるね。いいね、そういう使い方もあるんだね。よしよしよし。で、一番上に行って、お化けとかたくさん出てくるからね、早く作らないと。うん、で、紐これだ。イエス、作ります。はい、できました、ありがとう。あ、でも満タンだから取れないね。腹立つわこれ。腹立つわこれ。あ、じゃあ食べよう、焼ききのこ食おう。英雄、イエス、初めての紐を入手した。うん、おー、よし、これで作れるようになったよ。で、このブロックを作れば OK だ。これだ。これ作るためには、丈夫な草と紐があれば十分なんだね。はい、できました。10個作りましたよ。おーいえ、おーいえ。1回作るごとに10個手に入るんだね。よし、入手したよ。えいゆー。おー、敷きわらセット。土を変化させるための魔法の道具とのことだね。まあ、それは今作らなくていいからね。で、これを置いて、セット。で、もう一つ置いて、あと一つラスト。えいゆー、これで教えやがれ、この野郎。でかい大きい槌よ、教えやがれてめえ。うん、直してくれたよ、穴をな。めっちゃ簡単だったわ。それくらいサボらずやれよっちゅう話だけどね。どうでもいいんかい。腹立つな、その言い方やめろ。煽ってくんじゃねえ。ありがとう、いいいいやつだお前は。イエス、大きい槌をひらめきました。木材を固めて頑丈に加工したハンマーですね。で、これで終わり。うん、心で、ありがとう、何を教えてくれんの。うん、聞くよ、教えろ全部。木や岩を壊し素材にすることができるはず。今までできなかったけどね。ほう、
山の斜面に埋まる鉱石を取ることもできるのか。たくさん取るね。銅や石炭、鉄などがあり、物を作る上でも重要な素材となるじゃろう。大きいだち、万能すぎるわ。そうなんだ。ほう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 、中間素材。あ、そうだよね。まず最初にツタを取って紐を作ることで、あのブロックが作れるようになりましたから。寝てないけどね、めっちゃ真面目に聞いてた。どうやら寝てたんだろうね。こっちから見えねえや。お、完全起きてるけどね、すごい近くにいるね、これ。ありがとう、めっちゃ教えてくれたね。あんた、竜王にバレたら殺されるぜ、絶対。ほんで、もうここで、じゃあ、大きい土作っていっとこうかな。こう作れんの、もう素材は。何必要なのかな。あ、作れるね。何必要。太い枝が3つあれば作れるんじゃ。じゃあ、もうこっちで作っておきましょう。でれれれー、大きい土を入手しました。一個作りましたよ。レッツゴー。よっしゃ、ロロンドから頼まれたクエストこれで達成だね。じゃあ戻りましょう。もうここにいてもしゃあないんでね。怖い世界だ。とりあえず平和な街へ戻るよ。みんな俺の帰り待ってると思うんでね。待ってないっていうことはないと思います。帰ってきたぜ、ベイビー。はい、誰もいないね。行く時も何もなかったし、帰ってきても何もなかったね。ふざけてんのか、おい。主人のお帰りだよ、お前。ふざけんじゃねえよ。うわ、後ろなんかいる。まずまずまずい。またゴーストかい。おい、助けてくれ。た、寝てる場合じゃねえ。アホか、お前ら。助けろよ、お前。これも全部一人で倒せってか。わりかし無茶ぶりだな、ほんと。ぶち壊してやろうか、この街、もう一回。俺が全ての世界を滅ぼすぞ。ええ加減にせえよ。雑に扱うんじゃねえ。とりあえず寝ましょう、今夜は。うん。熟睡ですよ。ふざけんな。何、誰も見送ってくれねえし、帰ってきても何もねえんだよ。起きとけよ、ロロンドくらいはよ。おい、ジジイ、お前のクエスト達成したんだよ。早く起きろ、ジジイ。ジジイ、起きて。話すんだよ。どこ行くんだよ。めっちゃテンション高いな。お前、寝起きだろ。よくそんなテンション出せるな。うん。もうそれは全部聞いたわ。全部あっちで聞いてきたから、いらねえや、今の説明。何？近くの木を素材にしてみたらどうだ？よし、まあクエストはコンプリートしましたね。キメラの翼、いつの間作ってたんだよ。キメラの翼ってことは、お前キメラ倒したってことだな。ロロンドわりかしすげえな。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。おお、クエストの方が2つ出てますね。新しい住人、これなんだっけ、名前なんて言うんだっけ、ちょっと忘れたけどね。そしてロロンドという感じで、今回の実況では新たな、まあ、武器と言っておきましょうかね、大木槌を作ることができました。次回の実況でこの大木槌のね、方を使って実際に木やね、鉱石を取っていきたいと思いますので、今回はこれにて終わり。なんか飯作っとるな。まあどうでもいいわ。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。